はい、どうも皆さんこんばんは。お久しぶりです。サイテーマンです。久しぶりの動画投稿になるかなと思うんですけれども、僕の声もね、もう覚えてないっていう方もね、もしかしたらいらっしゃるかなと思うんですけども、僕のチャンネルが今ちょっと動画を出せない状態になっていて、でこの動画もちょっと友達のパソコンを使って出させてもらってるんですけど、そのちょっとご報告だけ、させてもらいたいなと思って、今ちょっと急遽ね、友達にパソコンを借りて、動画投稿させてもらってます。で今どういうことになっているのかっていうと、僕の家がですね、台風21号が大阪にもろにちょっと直撃して、で僕が使っているネット回線の方がドコモ光のネット回線を使ってるんですけども、そちらがちょっと断線して、今家がですね、電話とテレビ、パソコンのインターネット全部止まってるんですよ。僕の家全部止まってて、ちょっと使えない状態になってて、動画投稿ができない状態になってます。なので引退したとか、もうやめたとか、あるいは俺がなんか事故に遭ったとか、そういうことでは全然なくて、僕のチャンネルはね、ずっと続けますんで、引退したとかそういうことでは全然ないです。で、この復活のめどなんですけど、ちょっとすぐにね電話したんですが、北海道で地震があったりとかっていうので、でちょっとかなり立て込んでるらしいんですよ。その NTT の方で工事がかなり立て込んでて、早くても30日、9月の30日っていうことで、もしかしたら10月とかに食い込んでしまう可能性もあるんですけど、早ければ9月の30日に動画投稿ができてるかなとは思うんですけれども、ちょっとね今動画が出せない状態になってます。で、また10月、11月、12月にちょっとやりたいソフト、やりたいゲーム、ポケモンとかスマブラとかね、で絶対絶命都市とかで、バイオハザードとか、あとドラゴンクエストビルダーズ2ですね、あとこの辺とかもやりたいソフトたくさんあるので、そこまでには絶対に間に合うと思うんですけど、早くても9月30日まではちょっと動画投稿ができない状態になってますっていう、ちょっとご報告だけさせてもらえたらなと思います。で決してね、引退したとか僕が事故にあってとかっていうことではないので、またちょっとねお待ちいただけたらすごく嬉しいです。ということでまた次回ね、いつになるかわかんないですけども、早くても9月30日頃には動画が出せたらなと、動画もしくはねライブができたらなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。サイテーマンでした。ありがとうございました。